2020年は新型コロナウイルスの感染が拡大して大変な年でした。2月下旬にはこれはパンデミックだなという我々も思いましたので、これに対応するには危機管理という考え方が必要だと思いました。第一にはまず学生と教員職員の健康と命を守ること、第二にはどんなことがあっても教育を確実に学生に提供するということ、第三にはどんなに厳しい環境になってもやはり研究は続けなければならない、この3つを考えました。これを果たすためには最大のダメージを最初にとどめるような工夫が必要だということで、やれればいいなということを諦めてでもやらなければいけない使命を果たそうというふうに思いました。早稲田の場合は海外からの留学生がすごく多いんですね。8000名ぐらいの方が毎年勉強に来ています。また早稲田は首都圏以外の出身の学生さんも多くて、全学生の3分の1、約1万7000名が首都圏以外の出身ですね。彼らも首都圏のキャンパスに来ることが難しいんですね。国際連合の SDGs の理念であります、誰一人取り残さないということが大事だというふうに思いました。海外の方も首都圏以外の方も誰一人取り残さない、こういう考え方を大事にしてこのコロナに取り組んでいこうというふうに思った次第であります。その我々が新学期に向かっていろいろと準備をしている中で、コロナが非常に拡大しましたのでつらかったですけれども、卒業式と入学式の中止を決めました。決定の速さは非常に的確で迅速だというお褒めの言葉をいただきました。とはいえやはり学生さんたちに対しては非常に辛い思いをさせたなということはありますね。緊急事態宣言が発出されまして、で学生たちはアルバイトができなくなってしまったんですね。彼らは何とか助けなければということで、4月の半ばには緊急支援金というのを決めまして、1人当たり10万円を提供することを決めました。5000名の学生さんに何とかそれを提供することができて、また同時にオンライン授業になりますので、パソコンがない人もいますから、パソコンの500台、オンラインをするための Wi-Fi ルーター、これも900台を無償貸与するようにしました。こういうことが可能になりましたのも、多くの卒業生の方の、また他の関係者の方たちのご支援があったからですね。多くの方が応援のエールを送ってくださいましたし、多額のご寄付をくださいました。心から感謝しております。早稲田大学を代表してお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。2020年度は新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぎながら学生に教育を提供し続けることを最優先とするため、春学期のすべての授業をオンラインで行いました。これは学生を誰一人取り残さないという早稲田大学の新型コロナウイルスに対する方針に基づいたものです。さらに秋学期以降は感染症拡大の状況に鑑み、教室の収容定員を半分以下とすることで一部の授業を対面授業で再開、対面授業とオンライン授業を組み合わせる反転授業と呼ばれる授業形態を積極的に取り入れました。また学生や教職員が安心して授業に取り組めるよう、すべての教室の空調設備を見直し、設備の更新をしました。今後も新型コロナウイルス感染症拡大の状況を見ながら、学生から寄せられた授業アンケートの回答結果や教職員の経験を踏まえて、早稲田大学としてあるべき方向性を探っていきます。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で経済的な困窮を招いた学生に対して、早稲田大学ではさまざまな支援策に取り組みました。この支援策には幅広い年代の卒業生の皆様から温かいご支援をいただきました。新型コロナウイルス学生支援と銘打った募金だけでも、募集開始からわずか9ヶ月余りで国内外より1万7000名以上の方々から総額8億円を超えるご寄付をいただきました。困っている学生を何とか救いたいという皆様からの温かいお気持ちに、全ての教職員より感謝申し上げます。早稲田大学では経済的に困窮している学生に向けて様々な形での支援を続けてまいります。そのためには
皆様からの引き続きのお力添えが必要です。今後ともよろしくお願いいたします。2020年6月、学生団体シャープが企画した紺碧の歌プロジェクトによって、そして紺碧の空へという曲が作られました。現役学生だけではなく、多くの卒業生の協力も得て完成したこの曲は、 SNS を通じて大きな反響を呼び、母校を思う歌詞やメロディーに多くの関係者が胸を熱くしました。2020年11月、東京六大学野球秋季リーグ戦において、早稲田大学野球部はリーグ戦最多となる46回目10期ぶりの優勝を果たしました。早稲田大学、慶応義塾大学ともに無敗で迎えた伝統の早慶戦。初戦に勝利し、優勝をかけた第2戦、1点ビハインドの9回表、ツーアウトまで追い詰められましたが、そこから打線が奮起。蛭間拓哉選手が起死回生の2試合連続ホームランを放ち、3対2と逆転。早稲田大学が劇的な勝利を収め、優勝を決めました。新型コロナウイルスの影響により大幅に削減せざるを得なかった練習時間、また春季リーグ戦の延期など、さまざまな困難を乗り越えてたどり着いた勝利は、多くの人々に感動を与えました。さらにプロ野球ドラフト会議では、早稲田大学野球部第110代主将である早川隆久投手が4球団から1位指名を受け、抽選の結果、東北楽天ゴールデンイーグルスが交渉権を引き当てました。11月10日には早稲田スポーツミュージアムで同球団から指名挨拶を受け、その後入団が決定しました。2020年3月、東京大学と早稲田大学との間で交わされた連携・協力の推進に関する基本協定に基づき、さまざまな取り組みが進められました。11月には朝日新聞社主催のシンポジウムにて、早稲田大学田中総長、東京大学五ノ上誠総長が並び立つ形で、ポストコロナ時代の日本社会の未来と題した議論がなされました。また12月にも東大早稲田政治学コロキアムが開催され、両大学の教員学生による研究交流が図られました。引き続き2021年度もさまざまな連携事業を進めていく予定です。私が総長に就任しましてから、世界で輝く早稲田ということを掲げてまいりました。でそのために大事にしてきたのが基盤教育ですね。でその中で特に申し上げれば、アカデミックライティング、日本語と英語を論理的に書くということで、もう一つがデータ科学ですね。データ科学というのは、何かを提言するときにエビデンス、根拠に基づいてご自分の議論を立てる、でそういう人材を育成する必要がありますから、そのデータ科学というのは非常に重要だと思っています。特に今産業界経済界でも、そのエビデンスベースとな議論、政策の立案というものが重要視されていますの で、これをそのどの学部にも、もう大学1年生から教えられるようにしてきましたので、早稲田の卒業生が今後エビデンスベースで議論ができて世界に貢献できる、でそういう卒業生を多く送り出せば、いずれ早稲田も世界に輝く時が来るだろうと思っています。で早稲田は135年を超える長い伝統があるわけですけれども、その中で非常に大事にしてきた、常に改革を進めるという新種の精神があります。学生たちは長い伝統を紡いできた、主役なわけですけれども、その学生さんたちが大変な目に遭った年なんですね。ただ早稲田の伝統、学生の文化の強さというものがあれば、きっと彼らはこの逆境を跳ね返してくれるだろうと思っています。多くの卒業生や
保護者や関係者の方々に送っていただいたご支援、エールですね、それがすごく学生にとって励みになったと思います。このことに関しても私からも改めてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。早稲田大学が考えるグローバルリーダーとは、必ずしも国際機関であるとか外資系の企業で働くということだけではないんですね。どのような小さい町に住んでいても、どのような小さい組織で仕事をしていたとしても、やはりグローバルな世界を見る視点を持っていて、世界の人々のことを考えられるならば、それはもう立派なグローバルリーダーだというふうに考えています。そのために大事なことは2つあります。1つはたくましい知性。たくましい知性というのは、今人類が直面している未知の問題に、たくましくチャレンジをして自分の頭で解決策を考えていく。で、その解決策が妥当性があるということをエビデンスをもとに示していく、そういったたくましさが必要だと思うんですね。もう一つがしなやかな感性ですね。しなやかな感性というのは、いろんな国の方、国籍が異なる、言葉が違う、宗教、文化、価値観が違う方たちと触れ合うことによって、やはり世界の人類が何をどう考えて感じているかが分かるようになる。こういう人材の人が新しい問題への解決策を考えれば、おそらく世界の人類が納得できるような解決策が出てくると思います。ですから早稲田としては、そのたくましい知性としなやかな感性を育むような大学になりたいと思っています。ポストコロナの時代になりますと、生活の仕方も学び方も仕事の仕方も新しく変わってくると思います。さらにその変化は加速すると思いますね。早稲田はこのような不確実な時代におきましても、やはり確実に世界の動きに向かって進んでいきたい、歩みを止めずに変革を続けることで世界に輝く早稲田が実現できるというふうに考えています。今年度の早稲田にもぜひご期待ください。